はい、こんにちは、折口教授です。今回はRyzen48について勝敗予想を UFC ファイターのスーパースター凛也くんとね、まあしていきたいと思います。ありがとうございます。スーパースターです。いじりすぎですか。いやいやいや、いじってないです。まだ急戦ですから。凛也くんとはまああの出稽古ATT に来て、まあ、最近ね、日本食がもうやっぱ恋しいんで、凛也くんに料理を作ってもらってね、はい、よく食べてます。この前ラーメン作ってくれた、はい、それもめっちゃうまい。人間やってること大体できるからって教授さんに言われて、 YouTube 見ながらやってるうちにもうなんか料理できるようになっちゃいました。 Ryzen48 の勝敗予想をこの2人でしていきたいなと思ってます。はい、後輩予想するの、うん、ちょっと久しぶりじゃないですか、教授さんは。ね、凛也さんと一緒にちょっとスペシャルな スーパースターだからね。いえ、関係ないじゃないですか。1試合目、金太郎くん VS 秋元京馬選手、これどういう試合展開になると思いますか。どっちもストライキングが戦いたいフィールドだと思うんで、タイプが全然違うじゃないですか、スピード系とパワー系っていう僕の中のイメージなんですよ。スピード系はやっぱゲームを作りやすいですけど、やっぱ一発でひっくり返せるパワーがあるんで、金太郎さんは、難しいですねけど、まあでも経験は全然金太郎の方があるからね。そうですね、まあ、やっぱ秋元選手多分ね、負けたことないからガンガン前に来ると思うから、気持ち的にね、はい、うん、はい、これ食ってやろうっていう。今まで多分秋元君って危ない試合が多分ないと思うの。あ、だからその接戦になった時にやっぱ気持ちの、はい、強さだったり、はい、って出るから。あ、うん、後半まくってく展開多いっすね、うん、確かに気持ちで、うん、うわーみたいな、はい、そう、はい、まあ、金太郎君勝ってほしいな。金太郎君勝つ、うん予想、はい、金太郎くんはまあ願いも込めて2ラウンドでパウンドかな。自分も、うん、まあもう期待も込めてですけど、うん、金太郎くん、はい、金太郎さんだと思います。はい、後半まくって印象を取って判定勝ち。じゃあ続きまして、八地裕介 VS パトリック宇佐美選手。パトリック選手ってさ、打撃はうまいけど、アンポ君とやった時のをちょっと見てて、はい、なんかワンパターンなのかなって思っちゃったんで。あ、本当ですか。うん、打撃が、うん、まだちょっと未知数だよね。この表示見るとさ、八地君のファイトスタイルグラップラーってなってるけど、グラップラーだ八地君って確かに、ね、本当っすね、うん、オールラウンダーにどっちかっていうと、ね、はい、まだやっぱさ14、5、6って全然強いですよね、うん、強いっていうか経験がさ、やっぱ渋い強さが出てくるっすよね、うん、MMA ってやることもいいから経験がやっぱ物を言う時もあるからね。はい、八地君はね、今はもうすごいグラップリング寄りになってる。多分なんか自信持ったんだろうね、そこで。今のね MMA ではやっぱりグラップラーっていうかレスラー強い印象あるよね。もうだって寝かしたらさ、そうです ね、 ね、はい、何もできないじゃん、ストライカーって、はい、立つこともできないし、はい、だから俺は八地君勝つんじゃないかなと思う。思いますか、うん、ストライキングで勝つんだったらやっぱりこのパーンって一発で鋭く入れないと勝てないんじゃないかなと思う。はいはいそうですね、パッドはそこのパーンの感と爆発力と体の力があるんで、一、うん、回受けてフーとかいう切りはうまいんで、自分はやっぱパッドがその辺の対策をしっかりして突き放して一撃当てるんじゃないかなっていう予想ですね。八地君は俺はサブミッションで決めると思うな。ああ、そうですよね。あ、まあ、自分はもう分かりやすくパトはもう KO 勝ち3ラウンドの中盤で八地君がああ決めるんじゃないかなって、もうバテバテのところ。はい、僕は1ラウンド後半ですね、うん、はい、続きまして、アーチュレッタ VS シェイドラヘフ言えねえよ、シェイドラヘフ、はい、シェイドラヘフ、はい、フィニッシュ率 100%、ね、すごいねこの試合はこのシェイドラヘフ、ここで分かるんじゃないか、そのどんだけの強さなのかとか、
力試しになるんじゃない。いやここで一回そこを、ね、が見える一回見えるような気がしますね、うん、自分も。これで多分アーチュレッターガチン KO とか取ったらマジ本物だなって思うよ。ああそうですね、うん、まあ俺はシェードライフ勝つんじゃないかなと思う。なんか勢いで勢いでそう1ヶ月前ぐらいにアーチュレッターが決まんねえだ俺が、うん、みたいな感じでこう急いで仕上げた感じであれば、うん、シェードライフな気もしますけど、うん、俺的にアーチュレッターってあんまり一発とかその怖さがないと思うんだよ。数字見てるとディシジョンが多いじゃん。そうですね、殺傷能力があるのは絶対こっちじゃん。そうですね、うん、まあ、テクニック的にはこっちかもしれないけど、はい、僕もシェイジュライフでも初めての判定勝ちっていうところじゃないですかね。教授さんは何でゴールド、これ KO されんじゃないかなと思っちゃって。マジっすか、うん、シェイジュライフの KO2 かな2、自分はシェイジュライフの初の判定勝ちだと思いますね。牛久潤太郎 VS 翔子佐藤さん、もうねこれはね正直言ってね読めないんですよ。牛久くんがね読めないんですよ、うん、翔子さんもすごいベテランだから。そうですね、うん、50戦以上やってますね、うん、もう武器を持ってるんでね、いろいろなポジションで。翔子さんは練習させていただいた時とかも自分のペースに持ち込むのが上手くて、うん、ただウッシーがそこに飲まれてくっていうのもあんま想像できなくて、うん、まあ、天然っぷりがなんか うん、そうさせないのかなっていうのも、うん、はい、ありつつあるとしたらウッシーのまんぶりが一発ダーンって当たるとかですかね、うん、いい時を出せれば、まあ、勝つと思う。でもそれって試合だからさやっぱ分かんないわけじゃん。僕は今までのも超冷静に見た感じで翔子、うん、さんが判定勝ちしそうな気はしますが、うん、そこはうまくやってくださいっていう判定割れて翔子さん。俺は判定割れて牛久と元谷選手 VS 忍さん。忍さんの顔怖い怖いっすね。前回あれだからね結構大差で負けなかった、完封されたイメージが俺はあるの。なんか自分もついこの間見直したんですけど、忍、うん、さんも忍さんレスリングを出し切ってたような感じだし、うん、元谷さんももう体力も、うん、持てるも全部打撃も出して寝技も出してっていうので、うん、元谷さんが上回った試合だと思うんですよ、うん、はい、俺は総合力的にはまああんま変わってないと思うんだよね。元谷さんの方が引き出しは多いから、はい、元谷さんが勝つんじゃないかなと。普通にやれば練習もめっちゃ強いですもんね、うん、はい、ここにも書いてあるオールラウンダー。そうですね、うん、オールラウンダーですね、うん、ただ怖いのは太田さんのその思いっきり振り回す、あ、はい、それぐらいかなって思うな、はい、そこのなんか自信が多分前よりもあるっていう違いかなって思うんですよね、うんうん、なんかより動物的になってると思うんで、うん、自分は元谷さん公開練習見てもやっぱ崩れなっぷりは半端ないんで、うん、真顔だったもん。真顔だったずっとほにゃほにゃってやってるなきゃ、ま、元谷さんだけだとな表情一つ変えずあれ、あれコントラストがめっちゃ面白い、ね、それ見てあ元谷さん勝つなってちょっと思った、うん、すごい像が像があってまあ判定で元谷さんじゃない1ラウンド1本1ラウンド1本、はい、おこれ意外とあるんじゃないか。井上直樹 VS キム・スーチョルスーチョルもうガチガチオールラウンダー全局面できる2人の戦いなんで、うん、井上直樹くんのジャブ、うん、やっぱあれは最強だと思うし、結構キム・スーチョルこう正面向いて構えてこうガンガン近づくんで、うん、あれで結構支配して効いてくるんじゃないかなっていう気はしますけどね。俺はもうキム・スーチョルがもうつけてつけてつけてもう体力切れて多分あー、うん、なるほど、井上君が多分何もできず負けると思うけど、はいはいはい、うん、っていうか多分キム・スーチョル的にはその戦い方しかあんま思い浮かばないんだよ俺は。ないっすよね、うんうん、でしかも打たれ強いんだよ。そうだから、はい、ジャブがどうのこうのとかよりも、はい、関係なく入ってくると思うから、はい、間違いなく俺はスーチョルが勝つと思う。
うわー、スーチョルが判定で勝つかなと思う、はい、自分は直樹くん、あの KO 勝ちって1個なんですね。1個しかないんで、あんな打撃シャープなのに。あ、でもそうですね、判定井上直樹くんですね、うん、はい、続きましてラスト、サトシソーザ VS ルイス・グスタボー、ポン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 、どう思うこれは。これいいっすね、昔のブラジリアントップチーム対シュートボクセみたいな、なんか、うん、うわ難しいな。難しいよね、もう自分の得意なところがあるからそっちにはめた方が勝ちじゃん。はい、そうです ね、 ね、でも俺はルイスが勝つと思うんだよ、ルイス・グスタボ。なんでかっていうと、サトシソーザ、はい、結構ガンガン来られる打撃タイプのやつに弱いんだよね、はい、意外と、はい、はい、ベラトールのさ時にさ、AJ マッキーとかさの時になんかもっと言えばいいのにって時にやっぱ切られたりしてさ、戦意喪失しちゃうじゃん。そういう風になる瞬間っていうのは今まで何回か、はい、そうだからそこを見てもしかしたらルイス行っちゃうんじゃないのかなって思う。グスタボ喧嘩勝ちみたいな、そうそうそう、ですね、もうガチガチに行くタイプじゃん、はい、振り回して、はい、まあでも寝技になっちゃったらね、もう多分レベッチですかね、うんうん、レベルが全然違うと思うんだけど。グスタボでもサブミッション5回取ってんだっていう、うん、ね、なんやかんやでこう嫌がった打撃、うんうん、でもなんかフィジカル強いから持ってけるみたいなところあるじゃないですか、うん、そうだ、それで上取って、うん、あーでなんか肩固めとかで、ね、あ, 1本ありそうだね、はい、じゃあルイス・グスタボの1ラウンド、うわー、うん、僕はサトシ・ソーザの2ラウンド肩固めです。はいはい、勝敗予想してきました。はい、 ATT の選手が負けるとかね、言いたくないんで、さすがに ATT 選手推しになっちゃいましたけど、まあこんな感じでやってきました。はい、どうでした、同い年なんでしょ、プッシュは同い年ですね、はい、だからそこでちょっとライバル意識があるからこういうことを言っちゃったってことだね。頑張ってほしいですよ本当に。でも本当は敵みたいな思ってる、全くないです全くないです、はい、ゆうやくんのチャンネルで出るんでぜひそちらも見てください、はい、概要欄に貼っときます。お願いします、はい、じゃあこんな感じで勝敗予想をりんやくんとしてきました。またねー。またねー。